これからこれは自動販売機です。泥棒が中の瓶を盗もうとしています。後ろからレバーを泥棒が後ろに立って行ってレバーをします。ティンティン、あんた後ろを見せます。このはしごは壊れてもとってでもいいです。たまに途中で出てくることもあります。押します。これをガチャってなるとか映る、ね、これが必要です。ガチャッとするとちょこっとこんなところがこの辺からもちょこっとは羽織出てきちゃいます。これが出てきまちゃいました。映ってないよ。これが出てきちゃいました。他にはいろいろな工夫をされています。飛ばされたり壊れちゃうこと、はしごが壊れちゃうこともあります。で、その辺、そのケース、その隣だったので泥棒はすぐ捕まっちゃいました。おしまい。おしまい。